怖いね。数々めっちゃあるって、うん、ここ墓。これやばいってこれ。マジやばくね。めっちゃあるやん。また何かあるんですか？行きます。はい、うわぁ、鳥だってもう。これ普通に入り口じゃない？ここが入り口だよね。どんな家、こんな鳥居の目の前。本当だ、鳥居が隣にある。どういうことなんだ？マジで怖いな。いや、ここがやばいかもしれない。マジでやべえ、ここ。もうね、いつかもしれない。鳥肌止まんね。うん、行こう。ほんとやばい、ここ。中に入っていないかも。ほんと、切り捨てっていうか、だって、この、ここら辺に、この奥だ。やばい、やばい。うわ。至る所にやべえやつ。めっちゃあるよ。あのザ・ホラーみてえな。この木に何かつけて。本当だ、これか。だからもうそこらの神社のまんまがある。神社って書いてある。ほんと十二なんか。これ怖え。だって石にもこれ巻いてるってことはなんか意味あるのかな。うん、確かに。石に巻くか普通。でもなんか石掘ってあるよ。あ、本当にまたなんか字刻んでるわ。ちょっとカメラだと見にくいかもしれない。結構綺麗な状態でしっかりしてるんだよ、ここはね。ちょっとしてるな。生活感あるな。うん、いろりみたいなのあるね。これ家なんだよね。あ、入れないの。いや、でもなんか住んでそんな雰囲気ある。新しいブラスターが置いてあったから。この奥のやつ何？めちゃ木とか置いてあるよ。この奥のやつ中に何か書いてるぜ、あそこに。ね、大福なんとかあり。ほんと、なんか十二社人見えない。なんかもう、ね、潰れてるな。家がもう、やべえことになってる。全開してる。うわぁ、やば。家が潰れてるよ。うん、完全ペチャコだもん。うわぁ、めっちゃ焼けてるの。物が立ってるね。人いたのかな。こっちはもう焼けてる感じ。もしかしたら人骨とかあったりして。だからここが焼けててさ、ここが焼けてて神社が焼けてない意味が分かんないけど。ってことはその後作られたんだろうね。ってことだよね。うん、もうこの後足も行かれるよ多分これ。そうだな、危ないで。うん、ザみてえなとこに来たんだけど。うわ、ザッサイヤ。うわ、これやばくね。何か残ってるの。これやばね。やべえな。まあ適当に。まあ、どれだ。全部いったね。いや、全部回ったね。全部。うん、やっぱでもこの地蔵がさ、やっぱすごい気持ち悪いよ。いや、本当に本当に全焼した後にこの建物あるの。うん、綺麗だし。そう、さっきの、ね、建物見れば分かる通り、うん、あんな全焼しちゃってんだよ。口肌ですだもんな。だからその後に出てできたわけじゃん。鼻的にちょいちょい来てるのね。確かに。だから全部回って思うんだけど、あの地蔵のあの書いてあるやつの意味分かんねえな、やっぱ。あ、ね、うん、やっぱり意味分かんないね。3連戦と火事になるパト、パト奥ってさ、
墓地だよね、うん、めちゃくちゃ、うん、なんか人が動いたんだよ。え？え？何言ってんの？映ったかな？映してたの？マジ？行ってみる墓地。ちょっと待って、ちょっと待って、墓地行く？それがさ、普通になんかこんな感じでゆっくりとこう横に、やばいでしょ、典型的なやつじゃん。そうでしょ、墓地だよね、やっぱね。え？墓地だよ、めっちゃ墓地、あの一番、ね、一番墓地あったところ。あ、そうだよね。やべかもしれない、やばい、あっち行った、こう行った、向こう抜けてった、なんかあるの、いや、向こうは俺ら歩いてって、うん、こっち抜けてったよ、こっちだけど、こっち行った、こっち自分家帰ってきて、あっちの方便なんじゃない家がね、とりあえず行ってみる、行ってみよう、なんか神社の名前みたいな、塔、塔って書いてある、なんとか塔、人の名前に塔がついてる、あのお茶新しい、あめっていう、本当だ、本当だ、新しい、引けばいい、海村と言えど昔住んでた線路、ね、普通に焼けたのにオイルがちょっと怖くなる、本当だ、確かに、なんか今回ちゃんと言われてる通りのもの全部見た、本当にやっぱ噂通りのね、スポットもそうだし、焼け焦げもそうだし、おー、そっか、もうそっかもうその本当の序盤だったもんな、最初のとこは、ね、怖いわ、逆になんであそこだけあれだった、でもまだあれですよ、ターボーさん、うん、まだヤバいとこ行ってないっすよ、いやそうよね、最初に見たあの、明らかに立ち入れないレベルの恐怖エリア、俺もうあのままみんなあそこのとこ忘れてくれりゃいいのにと思って怖いもん、マジであそこ、危ないんだよ、そうそう、ここね、落としたのになるからさ、本当に行ってらっしゃー、僕ら終わると楽しいので、はい、関係ありますので、はい、証拠って顔がどこにあるの、階段ので、こっち、え、あ、ベッドあるよ、あー、あった、あった、階段あったよ、はい、え、それ無理だろ、まずい、え、めっちゃボケて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 る、やばいやばいやばい、すごいめっちゃボケてる、あっちの奥は行ってないのか、ちょ行ってみる、ベッドあるよ、ベッドが、そうゴリゴリのベッドある、あでもすっごいなんか汚いね、やばいでしょ、飛ぶんだよな、こここの家トイレ、ちょっとトイレとかあるしね、そっちも、まあ行ける感じではない、とりあえず家行ってみますね、気になるけど、ね、外っぽいな、ここから人がね、サイレンだよな、ね、この感じ、これぞってやつ、めちゃくちゃサイレン、うわ、いやリボン、優勝カップある、これでしょ、これ、これやばいでしょ、これさ、大丈夫、これダメだてか、2階って絶対ね、良くないと思うんだよね、いや、これ本当に良くないと思う、めっちゃあって焼き焦げてるもん、これやべえ、すげえ、やばいな、これ本当に全部焼けてるよね、うん、これすごいな、やばいな、もう本当だ、この被害は、いや、これはまずい、これはまずい、うわうわ、やばい焦げてた、やっぱりあれもう全焼したし、黒っ焦げだったけど、見たことないで焦げてた、焦げてた、一番焦げてたのも、この2階が、マジ衝撃の事実、一番危なかった、日本人形がザラーって、そうでしょ、マジで、マジ4つぐらいか、ちょっとマジで、4つぐらいか、マジ
てないんだよ、それが。そう、それだけ焼けてない、そうだよね、今考えたら。そうそう、焼けてないんだよ、それがおかしい。日本人魚焼けてない。えぇ、ボンボン、待って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 、ちょっと車戻る、めっちゃ逃げて戻ろう、無理だよ、無理無理無理、もう無理です、無理無理、マジで危ないよ、マジで無理、行こう。ちょっと耐えられんこれ、待って、どこ行って思うんだよ、俺と恭平は。うん、マジやべえもん、払わねえとやべえっしょ。そう、絶対良くないから入った、俺らはマジで。マジで引っ張られるよ、恭平。え、絶対押そう、いやマジやだ、2回やばかった、絶対やばいって。ちょ、お前らちょ、マジで大丈夫か、いやいやいや、うわぁ、いや、なんか抜けてる気がしない、しない、俺も全然抜けてない、足りてない、ちょ、いくよ、あぁ、来た来た、うわぁ、いやぁ、来た、さすがに来たでしょ、これは。日本人形だけポツン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 が4つあって、うん、服とか全く汚れてないし綺麗なんだよね。でもなぜか顔の部分だけ、うん、なんか削られてるやつとかはあった。顔だけ削られてる、顔だけのっぺらぼうにされてるやつ。え、